つえ連続講座も今日が一応最後の場という形になりました。 1> まあ、第1回目にお話をさせていただきまして、えー、それから、えー、2回3回4回と、えー、3人の、えー、先生方がお話をくださいまして、えーまあ、最後に、えー、また僕お話しするという、えーまあ、本当はそうお話しするということはないんですけども、えーまあ、そのお聞きした中でですね えー、改めていろいろと考えさせられたということも含めて、えー、今日は、えー、50分余りのです、ね、お話をさせていただきたいなということを思います。えー、お手元にです、ね、資料を出させていただきました一応、えー、資料の番号がです、ね、書いてありますけれども まあその書いてある番号通りにですね話を進むかどうかはちょっとわかりませんけれども、えー、まあとりあえずそれを目処にしてですね、えー、進んでいけたらいいのかなということを、えー、思います、えー。黒い四角のですね一番、えー、新蘭の生きた人生態度を現代社会の大切な思想として掘り起こそうと新蘭の思想信念を時代社会の関心のここ 言葉で試作しし考え直すすみとてて公開講座を行っていますこれはあのご存知のように親鸞仏教センターからですね出されております、えーまあ、小さなプリントのようなものですけれども、まあ、そこにその親鸞思想の解明という講座を開催をしていく、まあ、その願いがですねそこに書かれてあります、えー、この言葉を見ましてですね えー、あそうだなというふうにですね自分ながら思いましたそれは親鸞の生きた人生態度、えー、私たちこうしていろんな形でですね、えー、学んできておりますけれども、えー、学んでいくその確信は一体どこになるのかなといいますとやはり親鸞がその時どう生きたのかというその人生態度どう生きようとしたのかというその生き方そのことにですね 私たちは出会いたいというで、それはあの自分がどう生きたいのかということとですね、なんか符合するようなそういう言葉をですね、この言葉が表現をしているのかなということを、えー、思います、えー。まあ連続講座が、えー、僕の前にですね、三人の方がお話をいただきましたけれども、えー、儀式そして、えー、サービスそれから えー、グリーフケアと、えーまあ、こういうそれぞれの方がですね、まあ、一生懸命、えー、取り組んでおられる、えー、そのことをですね、えー、お話をいただいたことと思います、えー、それは皆さん方もお聞きいただいておりますから、えー、十分なですね受け止めをされていると思います、まあ、その、えー、僕,僕自身の持っている感想みたいなものはですね少しお話をさせていただくんですけども えー「儀式」っていう、えーまあ、儀式と経学が両輪であるというですね、まあ、非常にあの大切な言葉をお話しいただきましたけども、えー、儀式というのが一体私たちにとってどういう意味を持っているのかという、えーまあ、そのことを非常にね一言で表現するのがなかなか自分の中でも難しくて、えーまあ、修羅上人の「 えー、その浄土真宗がですね始まって以来まさにその立教開始以来が儀式の始まりなのか、えー、まさに、えー、釈尊のその時代から始まりなのか、えー、いつの頃からその始まりが起こったのかは分かりませんけども、えー、現在私たちが日頃行っております儀式庄名作法というのはですね、えー、これはその釈尊親鸞の願い 思いをですね、どう実現表現をしているのかなというそういうことは、えー、私たちは今だからこそこの現代だからこそですね問わない,いかんのかなということをですね思います。えーまあ、ここまで儀式が形作られてくるには非常に長い歴史と、えー、そして大勢の方がですね知恵を寄せ合って、えー、一番そのふさわしい在り方をですね模索してきておる。 ままたそのの途中ででもあるのかなとといいうこすすね思いますえ決して、えー、何百年経ったからといってはそれは完成されて、えー、それが固定されてそれが絶対であるということではなくてですねいつもその時代社会の中でですね切り結びながら変化をしそして、えー、またそこで改革をし、えー、また新しいものをです、ね、より深く作られてくるということもですね当然あったんではないかなということをです、ね、思います。うん ただ一つ僕は思ったのは、えーえー、1962年にですね同胞化運動が始まります。えー、まさにその、えー、家の宗教からこの自覚の宗教へというですねというよりは親鸞、えー、と直接対話をしていくようなそういうあり方でですね自らの信心を明らかにしていくという、まあ、そういう意味では純粋なる信仰運動というのが、えー、1962年から始まってくるわけでありますけれども えー、その始まった10年後にですね、えー、ご存知の方もおありかと思いますけれども、えー、本山の式務部がですね、えー、葬式の際の、えー、男女の和算のですね区別を行いましたでそれを信州、えー、の中にですね掲載をし全国に通達をするということをありました。 まあそれが同房化運動が終わってからあ始まってから10年後にですね行われてくるという、れれ同房化運動の佳境に入ろうとするそのさなかにです、ね、そういったことが行われまして、そしてつい最近ですね、ねええー、女性男性の和算を変え,ない変えなくてもいいというそういったことがですね通達されました、それは皆さん方もご存知の通りだと思います。えー、つまりそののの女性男性男の時の和産をですね 変、えー、えないといとう、そういったことに、えー、まさに50年という月をかけけるわけですね、えー、で僕はその,その50年の月というのは早いことするかわか,かりませんけれどもただそのことが同房化運動というものを視点にしてですねその問題をですね、えー、考えてきたのかなというそういった時間が50年とするならば、えー、その和算を変えるというそのことだけで非常に重みがあったのかというそういうことを、まあ、あの思います。 親鸞書人の教えを聞いてその教えを共に学びそして共に次,次の世代に伝えていくというそういう大きな願いの中にですね儀式賞味さもあるはずなんですねそういった時にですねやっぱり同胞会運動ということがですね大きな鏡となってもう一度ですねその中身というものを考えていくより親鸞書人のものに近づけていくというそういったことをですね私たちは えー、対話の努力としてですね、営んでいくということが、僕は大事じゃないかなということをですね、あの思いました。えー、これは、まあ、もちろん一人一人のですね、問題であると同時に、この教団の持っているですね、問題でもあるのかなということを思います。えー、そしてもう一つ、えー、3回目にですね、お話をいただきました、えー、差別ということ。えーこれはあのー えー、先生がお話をいただいたことはですねまさに経典というのは絶対ではないということ、えー、もうその経典にああ書いてあるからそれは間違いの間違いのないものであるという,、えー、というそういうことではなくてですね経、ね、典も時代社会の中の先生の中でやはりそのヒンの教えが入ってみたりあるいは儒教の教えが入ってみたりしながら一つの経典がですね、えー、形づられそして伝播されてくるというそういうことの、ね、お話が、えー、ありました。 えーえーまあ、資料3ですね、えー、3番ですけれども、ここに、えー、教論釈という、協、えー、は官業、論は浄土論、はえー、釈は尺は官業書ですがありますけれども、えー、例えば官業にですね、千だらという言葉が載っておると、そうすると浄土論に行きますと、ですね女人および根血二条の主張でず、浄土に生まれない。と 勧業所序文義全、えー、道大使のです、ね、書物でありますけれども、えー、ここには千だらといえばすなわち首相の下、えー、流なり、えー、これすなわち首,、えー、首相凶悪を抱き人儀を、えー、習わず人の顔を二たりといえども行い禁じに同じという、えーまあ、こういう形でですねんだらという、えー、その人たちのですね、えー、あり方を解釈していくという。 でこのことは本当に仏教としてです、ねえー、間違いのないことなのかと、えー、一切主張を救うというそういった大きな願いのもとにです、ね、釈尊がです、ね、立ち上がってこられたという、えー、その中に救われていかない人たちがです、ね、固定されておるというそれは仏教としてどうなのかというまたこういう解釈をです、ね、していこうとしたときに本当に釈尊の願いに立ちながらこの解釈をです、ね、してきたのかという。 そういったことを、えー、私たちはですねやっぱり向き合っていかなくちゃならない、えー、改めてですね教論尺だと言ってもですねそれが間違いのないものではなくてやはりそこには大きな問題を抱えているというだから仏教を学ぶということはある意味では、えー、残された問題に対してどれほど向き合っていけるのかという、えー、そういうことをですね改めて、まああのー、教えられてくるような、えー、そういったですね、あのーえー、意味が私。 え典は絶対でないといとうそういうことに、えー、込められておる言葉なのかなということでその先生の言葉をですねあの受け止めさせていただきました、えー、そして「ゴリーフケア」という、えー、あ苦しみ悩んでいる人にですねそっと寄り添う,とうその立ち直りをですね支えていくという、えー、これはあの今の世の中ではですね本当に大切な事柄としてですね えー、多くの方がですね学び実践をしておるところでありますけれども、えーまあ、私たちの信州でもですね「友の同胞には年ろに」という言葉があるようにです、ね、やっぱりいろんな人とですね関係を結びながらその人たちを大事にしていく、えー、正面から向き合ってその人の存在をですね認めていくいう、まあ、先ほど主人、えー、さんが言われましたけれども尊敬をしていくという敬っていくという、えー、そういったことをまあ 信州の中でもでも、ね、ずずっと実践をされてきてきるはずであります、えー、ただその立ち直りを支えていくというそういった場面に私たちがどれほどです、ね、近づいていけるのかなという、えー、そういったことのです、ね、努力試みっていうのは、えー、これからですね本当に考えていかなくちゃならないなということを思います。ということを思まあ例えばその、えーまあ、先日もそうだったですけどもお葬儀があると、えー、7日りがあります。 ところが最近は7日前は少ないんですね、えー、お葬儀があって、えー、観光として7日まで行いますけどももうその後は、えー、日焼けの方に行ってしまうというそうすると7日7日お伺いをしてですねそして、えー、御本戸さんと一緒にです、ね、お勤めをし、えー、そしてお話をしそしてまた7日ごとにまたお伺いするというそういうことを通しながらその亡くなった人のことを語り合いながら亡くなったということをどう受け止めていくのかという。 そういった場面をですね、そのお内物を中心にして行われていくというそういうことがだん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 とな、ね、くなってきているというこれ,あのこれはある意味では真摯のご流意だと思いますけども、えー、そういうそのなくなったことをそのことを受け止めていく和解をしていくそういった場面をですね何かなのかとして受け止めていこうとするならばそれはこれから欠かしてはいかないことはないのかなというむしろそのことにですね大事な意味を見いだして伝えていくという。えー そういうことをですね、まあ、これからより一層の力をですね、えー、かけて、えー、取り組んでいくんじゃないかなということをですね、思います。まあ、言葉はグリウケアでありますけれども、私たちにとってはですね、な、ま、る、あ、かなるかというような言葉で表現をしていくという、えー、そういう場面はまあいろんなところであるかと思います。えーまあ、そういう、まあ、例えば儀式であるとか、差別であるとか、あるいはグリウーケ,ケアであるとかいうことで、今回はたまたまですね、お話をさしていただきましたけれども、 そういったことの一つ一つがですね親鸞の,の生きた人生態度としてどう受け止めていくのかという、えー、いろんな取り組みはたくさんあると思うんです。えー、挙げればキリがないし100人あれば100人通りのです、ね、いろんな取り組みがあろうかと思いますけれどもそこにそ考えていく大きな視点として親鸞、えー、ならどうしただろう親鸞ならどう動いただろうということをですね考えていく。 親鸞の生きた人生態度をいつもそこにですね、照らし合わせながら自分が行動し、動き、考えていく、発言をしていく、えということがですね、えー、大事なことはないのかなということをですね、思いました。えーまあ、その親鸞の生きた人生態度という、そのことを一つ一つ考えていこうとする、えー、そういったことがですね、えー、僕はもう前回からお話をしております、まあ その、えー、自分でもなかなか気がつかなかったことでありますけれども、えー、視点としてですね、えー、改めて、えー、考ええー、して、考えていきたいなということをですね、思います。えー、前回お話ししました、あのー、ことでですね、えー、新州仏光寺派のご遺伝に描かれた六角堂という、えー、あの場面ですね、うん、あれは、あのー、まあ、僕は、 比叡山で20年間信頼聖人が修行をされておられたというその修行をされておられたそれは一体上人は何を課題にしてですね修行しておられたのかとそのことをあ,のある意味では端的に表現をしてくる、えー、そういった場面があの六角堂三郎ではないのかなということを思います。 もちろん、えー、そこに至るまではですね例えば信頼上人が、えー、娘さんの核心にですね託された「三、えー、向き」というそれは高田に残っておりますけれども、えー、そこに描かれております3つの夢19歳の時に見た夢、えー、28歳の時に見た夢そして最後29歳の時の六角度で見た夢。 その夢の一つ一つの場面の中にですね信頼承人が何を課題にしそして何,何を問われているのかということがですねその三向きという夢の中でですね、えー、見て取れていくということを、えー、思います、えー、ですから、まあ、私たちはあの資料的なその信憑性ということで、えー、29歳の六角堂のですね女本家というところでしか夢ということはあまり考えませんけれどもでも資料的に残っとるということ そのことの意味でいけばですね決して親鸞聖人がその時全く別の場面にですね、生きておられたわけがなくて抱えとった問題が象徴的に現れとるっていうのが一つの夢ではないかなっていうふうに思った時には残された夢しかも、えー、そこには聖徳太子がそれいずれも出てくるわけですから、えー、それはあの大事な親鸞聖人が持っておられる課題の中身じゃないのかなということをですねあの思います。あるいはその、えー 26歳の時にはですね、えー、比叡山の麓にあります、えー、石山明神今はほがありますけれども、えー、石山明神との出会い、えー、つまりその比叡山に承認、えー、にですね連れて行ってくださいというふうにお頼みをする、えー、石山明神一人の女性が、まあ、あの明人の化身としてですね女性が現れてくるんですけれども、えー、それが真の上人にお,お願いをすると承認は比叡山っていうのは女人禁にせたるから連れていけないと。 そうすると、じゃあ、比叡山には、えー、女性の虫も獣もいないのですかということを、信頼上人に尋ねるわけです。あるいは、えー、一切私情を救うという、そのことが法華経には載っていると、それは間違いなのですかということを信頼上人に尋ねると、信頼上人はその問いに答えられないと、えー、答えられなくて呆然と立ち尽くす、その時に、えー、石山名人はすっと消えていくという。 そのこととが、まあ、エピソードとしてて残ってるそれもすご,すごく象徴的なことであると思いますね。でそのことと親鸞聖人が持っている女房家の夢の場面とですね決してあの符合しないわけじゃなくて実はつながってる通底してるものがですねあるのかなということを感じます。それは、えー、やっぱりその当時の仏教、えー、比叡山が一切史上を救うという。 大乗夫、菩薩道の根本道場であるにもかかわらず女性を排除していこうという、そのことが修行の段階で行われてくる。そこにもでに大きな課題をですね、抱えてきとるという、そう中で信頼主には20年間修行しているわけですね。それが信頼主義にとっては見過ごされていくものがなくて、それはまさに立ち止まって胸に突き去ってくる棘のようなふうにいてです、ね、ずっと抱え寄っておられた。 でそれが象徴的に26歳の関澤美容院との出会いであったり、その29歳のボムゲという言葉になってくるという、そういうことの捉え方が、えー、いるのかなということをですね、えー、思います。えー、とですね、今日そ資料の2番目にですね、SDGs、えー、SD えーまあ、これは、えー、今知らない人がないくらいですね、うん えー、持続可能な開発目標と、えー、まあ今から7年前の国連でですね、<laughs> 採択された、えー。世界で広がる貧困と格差、地球環境の危機を克服し、持続可能な社会経済環境に転換することを目指す世界共通の目標です。つまり格差をなくす。ということはもう一つあるのはですね、誰一人漏らさない。取り残さない。 というのがこの SDGs のですね、大きな願いである。だから17のゴールとですね、169のターゲットを決めて、えーまあ、国連が向か世界各国がそれに向かっていくという。えー、1に貧困、2に危害、順番であってですね、で5番目にですね、えー、ジェンダー平等というのがあります、えー。この時のジェンダー平等というのはですね、その、生理的なあの女性男性のことではなくて、社会的な女性男性の置かれている立場。 それをですね、まあ、是正をしていく。それを、ジェンダー平等という言い方でですね、えー、しております。これはあの2021年のですね、あのー、統計で表れていることでありますけれども、えー、ジェンダー平等を図るのに4つのですね、その項目を持って、その平等を図ろうとする。その、えー、一つは経済、一つは教育、一つは健康、もう一つは政治。 この三つ、四つで,ですね、その、えぇ、ー、その、差別が行われているか行われてないかということの実態をですね、あの、明らかにし、浮き彫りにしていくという。えー、<coughs> そう中で、経済。経済というのは日本はですね、156各国中117番だと。つまり、経済というのは、その、いろんな仕事とか会社とか企業とか、経済活動、 その中に女性が参画しだないだじゃあパートとかアルバイトがたくさんいるじゃないかとか。違うなんだ管理職はいないんです。使用されてる人たちはたくさんあるけども、えー、使用し、企画をし、運営をしていく立場に立っている女性っていうのは、すごく少ない。だから、156か国中117番って非常に低いです。えー 教育と健康はもう世界の中でもトップレベルです。識字率はもう100%近いですし、健康もですね、日本国民あの健康保険でその世界に感たるものです。これはすごいですで。政治となるとね、もうこれも散々なという政治というのは、えー、世界でですね、156カ国中147番目です。下から数えたのが早いんです。これはもう韓国とか中国とかインドネシアとかフィリピンとか、 そう,いそういったその国々その、まさにその発展途上と言われるようなです、ね、そういう国々もです、ね、その日本は追いついていないんです。この間、えー、日本にです、ね、あのフィンランドの、えー、マネン首相がやってみ見ましたら、ねえー、彼女は36歳三、えー、34歳で首相になっているんです。えー、で、岸田総理大臣とかって対談されておりますけど、 なんかおじいさんと孫さんが話してるのかなとかね。そんな感じです。スウェーデンも女性が総理大臣になっている。もう世界のレベルっていうのはすごい。このジェンダー指数というのはだいたい1を満点にするんですけども、日本はですね0.061。0.1にもなっていないっていうですね。そういう状況だ。 それはあのー、日本のいろんな場面の中でそのことがはっきりするということはありますけれどもそうじゃないんですね、うん、私たちの持っている教団もそうなん、えー、教団もそうです、えー、女性の議員がどれだけおるか、女性の参加がどれだけおるか、えー、防護理解がありますけどね、えー、防護理解、どう政治に参加しておるかとんなことを考えてみたら、ですね現在、えー、指数というのはもう明らかにですね、えー、今の日本の現実のレベルとそう変わらない。 どこに来てる誰も取り残さない誰一人として漏らさないという願いをかけてです、ね、この SDGs が始まった、まあ、その中にです、ね、世界が動いてとるということでありますからそうすると私たちのこの宗教のです、ねえー、まさにそのお寺であるとか教団であるとかこういったレベルのところまでもっとです、ね、そこ参画していかなくちゃならないそうすると置かれてる立場がです、ね、いかにです、ね、遅れとるかいかにです、ね、あのそのことの意識が低いか。 ということにまあ気が付くということがですねあると思うんですね。うんえー、まあそのことのである意味では問題女性ということをですね課題にされた信頼証人というのがまあそこにいたということ、えー、それも承認が二十年間ピエの仕業の中で抱え続け取られた課題じゃないのかなというそういうことをですね思います。そしてもう一つ決定的なのはその六角洞の中にこもられたときに。 そこに集まっている人たち。その一人一人の姿に、親内聖人がですね、どういう態度を取られたかということ。癖、えー、観音と親内聖人が向き合っているというのが、これ大谷家の御栄伝でありますけれども、この仏光寺家の御栄伝の場合は、親内聖人は癖観音と向き合ってないんです。体は向き合っているけれども、親内聖人は顔だけは外を見ているんですね。外、外というのは六角度の境内。境内を見ている。 その見取る経団のところに集まっている人たちがですねまさに遊女であったり主人であったり、ね、あるいはその湯気つまり猿回しとかですねそういった芸で生きている人たち社会的には非常に低い立場の人たちが集まって生きとるその六角堂のその一人一人の顔をい々には見とるわけです癖観音と向き合ってない、うん、そのロケーションですそのロケーションに そのまさにその親鸞承人が抱いてる課題問題というものが可視化されたあり方がその、えー、六角堂三郎の姿、えー、言葉でゃなくて見えるものとしてですね明らかにされてるというこれは非常に僕はその大事なことを私たちに残してくださったないかなということをですね、えー、思いますで、あのー、この親鸞上人のですねその教えをですね 歴史的にその差別ということを視点にしながら、えー、研究し,研究し、えー、学んでくださった方にですねあの川田光雄さんという方が見えます、えー、この方はもう、えー、今から、えー、今から何年だ、えーえー、29年前ですね1993年にですね、えー、55歳で亡くなってしまいます。もう非常に 経由なです、ね、あの,の歴史家でありました、ねえー、大阪の,あの今宮工業というです、ね、高校の定位制の先生をです、ね、されながら、えー、診断研究をずっと行っておった方です当時の歴史学会でも非常に注目をされておった先生なんですけども、えー、残念なんですでその1993年に亡くなるその2年前にですね、えー、富山の高岡教区の女性盆理会がですね えー、川田さんを呼んで1泊2日の研修会を行うのです、えー、それが「親、え、鸞、ー、と女性」という本となって、えー、川田さんが亡くなってから出,と出版されますその出版されたその本というのはもう一つあってですねそれは「親鸞と久別民衆」という本これもですね、えー、亡くなってからですね出版をされていくという、えー、その川田さんがですね、えー、おっしゃっとる えー、言葉です、えー、資料でいくと4番ですけども、えー「悪人と呼ばれて差別されている人々が生きている姿そこにこそね全ての人間が学ぶべき姿を親鸞は見出していったのではないか悪人と呼ばれる被差別者のその彼らの生き様の中に人類的な人間の姿を見た」こう鎌、えー、田さんがですね、えー、おっしゃるんです。 えー、つまりその差別されてる人たちが得意な存在じゃないってことです。この人類、人類的な人間の姿、それを親鸞は見たんじゃないかと。うん、だから貧しい人、辛い人、苦しい人にとってはなくてですね、人間そのものをそこで見たんだと。であるがゆえにですね、その人たちの中で は生きていこうとした私たちが知っている言葉でいうと「石原つぶてのごとくの我ら」と「我ら」っていう言葉でそこで表現をしてくるというのはその中にあったということを親鸞聖人自身がですね表現をしているのかなということをですね思いますえー、っとですねその、えー、資料のですね5番目「犬、え、死、ー、ニっていう言葉があります これは祇園者八坂神社の所属をし境内の職へ支援の除骨清掃祭礼の敬語早々の先導役などを仕事とし、えー、河原近辺を居住した日に、法然の、えー、墓所破却を犬死人が比叡山の命令で行われたことが日蓮の御所に書かれてある犬死人というのは私たちの大谷派のですねあのー 護衛伝の中にも、えー、描かれておりますね。親鸞の早々の場面。親鸞の早々の場面にですね、いじりが見えるんです。ただ、犬死にが見えるのあの、見える場面というのはですね、まあ、そこしかないんですけども。その早々の場面のですね、描かれたのに。あの、三種類の、あの。英伝があるという。そのことをですね、川田さんおっしゃるんですね。一番古いのはですね、高田に伝わってる英伝。 1295年と言いますからですね。まああの大谷はだいたい50年ぐらい前のものですけども、えー、その高田に伝わっている犬児人はですね、あの葬送に参加していないんですね。葬、え、送、ー、に参加しておらずにですね、あのー、もうそうあのー、火葬が終わって、そしてお墓の中に納められた、えー、で本当にごく簡単なですね、あの診断の分かっていうのるものがあってあるんですけども、それを横から見取るという。 それを描かれてるんです。つまり、ジリンは早々に参加して、その親鸞聖人のですね、そのご家で習われたんなくて、早々が終わった後に、聖人のもとにここで駆けつけとるという、そういう場面、シチュエーションがそこにあると。で、その後大谷屋。大谷はですね、早々されとると、そのとに山があって、山の向こう側にですね、イヌジリンの姿が描かれております。 なんか遠くから見とるようなそれも多分その,その早々の場面をです、ね、自分たちが、えー、先導してなんか葬儀のですね先導役をしておったということはなくて自分たちがそこに参加してずに山の向こうから見つまり先導をしとるのはですね「真摩周のお弟子の方」とかですねそういう僧侶の方が一生懸命やってみるんだけども、えー、その大谷屋のその声文もですねやっぱりちょっと遠くから見とると。 でもう一つあるのはですね連叔さんの時の時代に作られたというのが三河の上宮寺というお寺にですね残っておりまして上宮寺盆と言われてるそれはあのー、その犬辞人の人はですね6人ぐらい集まって嘆き悲しんどるという早々の場面でですね早々の場面には登場しなくて、えー、そこからちょっと離れたところでですね6人が固まって、えー、輪になって、えー、嘆き悲しんどるというその姿が描かれているということはその人たちは んだ証人と共に生きられたということ、そしてその証人が亡くなったということを悲し、悲しがっている。その場面がその描かれとるということ。それは商人が彼らと共にですね、生きておった。その月日をですね、彼らはですね、ちゃんとですね、覚えとって。で、商人が亡くなったということで、その駆けつけてきたという。うん、仕事として関,関わっておったのなくて、 えー、大切な人が亡くなったという場面に体が現れとるというそういうことが描かれてるということをですねこの川田さんがですねその,その丁寧に見ていくとですね何かすごく違うものを感じてしまうただ犬死にがそこにおるから死なせようにはその差,別差別されてる人たちをです、ねえー、と一緒に生きられたというわけなくて。 絵となって可視化されたものの中にもそういう形で現れていてるということは、やっぱり商人の生きた姿がそこにあったんだなという、そのことをイジジンジニア人がそれを証明をしておるという、そういうことをですね、感じます。だから仏教寺のエデンであるとか、その信頼聖人をですね、えぇ、ー、石山明神のその姿であるとかを、まあえー、あの、記録している信頼聖人聖明記とか、えー、そういった一つ一つのものはですね、 歴史的にですね、神秘を辿っていくと、えー、若干怪しいものもあるけども、でもそういう形で証人を伝えようとした人たちがいたということ。<え>そのことをですね、私たちは単にですね、歴史の問題なくてですね、えー、伝承されてくる、その中に生きられた証人がおったという、そのことを、まあ、受け止めるということにですねわ、えー、私たちはもう少し丁寧に見ていく必要があるのかな、ということをですね、あの、感じました。まあ、そういう、 その商人の持っている課題があってで六角堂にこもってそして、えー、法然商人のもとにですね行かれる、うんえー、法然商人のもとに行ってもですねやはり同じようにですね、えー、照る日も降る日も百日がずっと通い続けるわけですね、えー、そうするとよ、えー、き人にも悪しき人にもですね、えー、ただ一筋に生じるべき道を商人が 教えられたとそれがあの「の,文字の中に載っ取る」ということはその「えしにこ」はそれを見ておったということよりはその場面を信頼聖人から聞いておったという自分が聖人に出会うその時にどういう思いで聖人のもとに通ったということと聖人は私にどんな教えを伝えてくださったかということをえしんにに語っておったということですね語っておった。 あのー、すごく大事なことをですねちょっと言う,、あのー、言うのを忘れたんですけれどもその川田さんが「親鸞興明王朝」というですね親鸞のお弟子の方をずらっと並べた「親鸞興明王朝」とあるんですけれどもその中で稲田本っていうのがあのまあこれはなかなか見、あのー、発見されなかったんですけど稲田の再演本で稲田本っていうのがありましてですねそこにですね親鸞主人の子がずっと お弟子の方というんですかね、それはずっとあの描かれてあの、書いてあります。えー、その中に、全、あのーえー、裸の名前も書いてあるんです。全、えー、裸の名前が書いてあるということは、えー、まだ全裸に孤立しておらない前の資料だということがそこから読み取っていけるという。で、その中に、えしんに、えしんに御坊という。 つまり、えしんにですね。市内少林の奥さんの、えしんにの名前も書かれてあります。で、で書かれたってね、その下にですね、三人名前が書いてあるんです。ちょっと僕、名前忘れましたけども、三人名前が書いてあるんです。ということは、えしんにも、実は、教えを伝えとるという役割をそこで担っておったということです。つまり、これ、系図でありますから、この人はどういう関係のお弟子だお弟子方というかずっと書いてるわけだから、 絵心人の下にです、ね、3人の名前が書いてあるということはその方は絵心人を通して信頼聖人のえに出会っていかれたということがその形状の中で見えてくるえつまりその絵心人つまり親鸞聖人絵心人は共に教科の場面に立っておったということえ何もえ心人はですね内助の甲でですね奥に引っ込んどったわけがなくて聖、えー、人と同じようにですね、えー、地方へ行って その承人の死を伝えていくというそういった大事な仕事を市民に自身もされておったということこれがもうその、えー、最年次本のですねその「親鸞興味をを見ると、えー、はっきりする、えー、これもあの女性の問題ということでいけばですねもう大森さんという役割というのはどういうものかということの原点が実はそこの中に現れてきているということをですね、えー、教えられてきます。そ、えー、そして、まあ、あのそういったことが 死人、えー、のですね手紙の中にですね、第3通でありますけれども、えー、伝えられてあります。えー、法然上人はですね、あのー、一切衆生を平等に救うという、そのことの願いを持ってですね、戦略本乱念仏、念仏をですね、戦略、えー、選び取っていくという。そのときのですね、大事なポイントはですね、庄明、庄明念仏はですね、安きによるがゆえに、相続して、 すなわち、生ずという。これは大事な言葉でありまして、えー、念仏は何万万仏何万つまり誰でもその言葉を唱えることができる。であるがゆえにですね、それを続けることができるという。実は相続するということはすごく大事です。死にちを決めて修業するということは相続しないけども、私たちはですね、いつ、いつ、どこでも誰でもでその念仏ということをですね、唱えることができる。その相続することによってですね、えー、その、 お浄土の方に繋がっていくという、そういう道が開けられているという。繋がるということはですごく大事なことです。そしてもう一つは、難をして意をとる。難しい行をすることによって、その本願念仏の願いが叶うんじゃなくて、えー、誰でもができるということを通して、それに本願念仏の願いが託されとるという。そのことをもって、商名念仏が本願に叶うんだということを法然承認がですね、明らかにされまして、そのことを 信頼、承人に、二もあるいはさまざまな人たちにもですね、それを伝えようとされた。それはやっぱり誰一人取り残さないと。本願念仏とは誰一人取り残さないということをですね、大事な柱にしておるという。そのことが、えー、大事なことがありまして、で、それがですね、ただ念仏して皆に助けられまいりすべしという、その一点に集約をされてくる。で、その集約をされてくる。 そのことはですね、えー、新聞にもですねあの少しあの、えー、書きましたけどもあのお釈迦様が誕生する時に天井天下優雅とご存じだった,た、えー、まさにその一人一人がその人としてですね本当に生きたという実感のもとにですね人生を送ってほしいというその願いでもってですね、えー、お釈迦様は仏教を立ち上げた、ね、でその願いをですねその実現していく 大事な道としてですね誰一人漏らさないそれが商名念仏それを信頼商人はただ念仏してみたに助けられいり出すべしという商人の言葉として受け取っていかれるわけで,すでそれは商人の願いでありますけれどもと同時にお釈迦様の願いであったりあるいはそのお釈迦様を通じてですね阿弥陀の願いが実現されていくというその道に信頼商人はですね三角をしていく手を挙げたと思うんです正名念仏は 誰一人もなさない。まさに大乗仏教のですね、根幹をですね、表現している言葉であるという。そのことを信頼承認は手を挙げた。私もその事業に参加をしたい。その事業に参加をしたい。えー えー、資料の11番目ですけども昭和、えーまあ、巻にあるあの言葉でありまして国土の苗字仏字を出す、うん、これが、あのーえー、前の、えー、750回忌のご縁起の時のですね、あのーえーまあ、記念の冊子として「海、えー、読協業新書」まあ「浄」というのは、まあ、最近「芸」が出ましたけども。 えーまあ、現代語訳をされているんですけども、えー「国土の名字が仏の至上教家京の営みをするのである」えー、字」という字を「営み」というふうにですね、まあ、現代語訳されているわけですね、うん、つまりまさに仏様の仕事仏様の仕事に信頼上人が三角をしたそれが「ただ念仏」で「みれ続つけられまいらすべし」というですねその言葉になってるという、えー、でそれはですね 一つその大事なことはですねあの八、ーえー、番資料の8番ですね、えー、そこにですね「えー、正しく道を行ずるがゆえに名付けてニュー」となすこの芯を持って所持に入るを歓迎地と名付くこれは龍樹の十条ャロンのですね えー、言葉を信頼聖人が今日、えー、の巻でですね、えー、書かれておるわけであります関、えー、議事というのは入るでその入るあれは関議とは一体何かということをですね、えー、藤場俊樹さんはですね、えー、教行神聖読み解くの中でですねこういうふうにおっしゃっています所持、えー、とは菩薩の修道の第一段階のことですが仏道に最初の一歩を踏み出したとき、えー ちょっとごしょがありますけど大きな喜びがあるという意味で所持を歓禁止と名付けるわけですその道を踏み外すことがないというのは不退転山の中での迷いの苦悩が深ければ深いほど道を発見道を発見して歩き始めた時の喜びは大きい行くべき方向が定まるこの所持の発見がこの所持の喜びの質を一番的確に表しているわけです、えー 道の発見が大きな喜びをもたらすそれは目的地への道のりの長さとは関係なく生じますそのただ念仏して皆に助けられいり出すべしたはまさに正持まさに進むべき方向歩くべき方向が定まったということそれがただ念仏して皆に助けられいり出すべしというですね信頼主義の言葉で,、ね、でそれはもう目的は達成したというじゃなくですね 歩むべき方向は定まったんだこれは私たちにとっては大事な問題だともですね自。自分自身がいろんな形でですね、えー、まさに仏事関わっていくわけでありますけれどもその関わっているその自分はどういう立場に立ってですねその道を歩もうとしているのかというそのことを自らに問い返していく、えー、大事な立場ですね、えー。ニューっていうのはその意味であるっていうこと。えーで えー、資料の6ですね、えー、見ていただきますと、えー「問題のなくなるのが宗教の救いじゃないいかに問題があってもそれに耐えていくというのが問題を用いることが救いなんだ問題を解消してしまうのが救いじゃない死んでもなお残るような問題を背負うところに人間の救いがある」という。 つまりその不の議な証人はただ念仏して皆に助けられ前にはすべしというふうに証人の死を受け止めて自分の歩むべき方向は定まったというのは自分が何を考えていくかということは定まったということです。つまりそれでただ念仏してというその言葉でもう何かものが解決したように思ってしまいますけれども何も解決しないんです。 自分が歩むべき道と何を課題にしていくのかということがそこで明らかになった。だから問いを持って持った問いと共に生きていくという忍耐力つまり二重点ですそこから外れない,道を,外さない道を外さないというその気持ちですねその心その念仏と共に歩むというそのご自身の 願いいがです、ね、定まってきたという、ね、そのことがこの言葉の中にですねあるわけです。だから共に救われていくという、えー、まさにですね無限の大道を歩む念仏者の誕生というのがその段階で承認のもとに起こったとしても起こったそのことがですね実は問題を抱えて歩んでいくというその自分を自分自身が背負っていくということに自信をそこで得るということです。ね、それがそれが始まりだ。 ただ念仏して皆に助けられが、それは終わりじゃなくて、それが始まりだったということですね。そこから聖人はまさに悪戦苦闘していく、えー。問題が問題が火がついてできて、悪戦苦闘していく。えー、まさにその死ぬ臨終の一年の夢までですね、えー、まさに妬み水そてみ、ね、怒り。 様々なものが次,か次起こってくるそういう自分であるということを最後の最後までですね見つめ定めていくというその念仏とともに生きていくというやり方です。それが、えー、29歳の時に始まったとということですでしかもそれはその信頼承認の生き方が定まったということはそれは、えー、まさに如来とともに釈尊とともに法然承認とともにですね 生きていく道そこに自分自身が立つことができたそこ,そこにさまざまに、えー、生,きら生きることに困難な人たちもたくさんあってその人たちを友としながら信頼聖人は90年の人生をですね生きてゆかれたということです。それをですねこの、えー、信州の仏理にですね参画をしていくという。 私たちが仏様の仏事そのものはですね私たちいろんな試みをしますけどもいろんな試みをするけどもそれは私たちがやっていると思うんだけどだからそのうちそれは仏事仏様の仕事の中に私たちは三角をしている私たちができることそれぞれができることをですねしながらですねその実自らをそこの中で見つめ出していきそして仏様の願いを聞き取っていくというそういった歩みの一歩一歩がですね新州の仏寺。 で大事なのは回復というのは元に戻すことはなくてですね自分自身ので初心にどう変えっていくことができるかということそのことを私たちはですね大事にしていくまさにそのくじけず焦らず諦めずうで,ですね共に歩む人を見出しその共に歩む人の隣の中でですね生きていくことができるでそこに念仏があり そこに悲しみも喜びもあるというそういう人生無限の大道に信頼承認が立っていこうとされたというそれは信頼承認がですね生きた人生態度それは私にとっても私が生きようとする人生態度とどういうふうに切り結ばれてくるのかということそのことは絶えず考えていくということが大事かなということを思います。私たちはまあご縁があって こう死ない処理のです、ね、教えを聞くという、えー、そういう中にですね見ようことができますけども、えー、そのことのご縁をですね私たちは最大限にですねわし、えー、生かしていくそれはそのご縁を生かしていくということはそのご縁を通して私自身が生まれたということの意味と生きるということの願いと、えー、そしてそれが仏様のです、ね、願いとして お客様の事業として、私たちもですね、参画をしていくという。そういうところに、立ち、立ち尽くしていく。え、不点とし、て立ち尽くしていくですね。そういう、ことが、願われとるんじゃないかなということをですね、あの、思います。まあ、共産法要の場面でありますけれども。え、別に共産法要があってもなくてもですね、まず、その原点をですね、また、いつも見つめていく。 真ナ子はどこに向かっているのかといつもそこには信頼承人が生きた人生態度にいつも真ナ子を見て見つけそして耳を育てていくそういった思いの中でですね自分はどう生きたいのかどうありたいのかということを絶えず考えていくということをですね改めて教えられてくるなということをですね思いました。<laughs> 言いい足りりななことよりはですねなんか 非常にあの過不足な部分がたくさんあってですね自分の文を超えておるということがありまして、えー、ちょっと、えー、言葉としてはですね、えー、十分じゃないかと思いますけれども一応、第5回目ということの、えー、お話の時間はですねこれで終えー、させていただきましてまたいろんな声をですね、えー、お聞かせいただければなということを思います。どうもありがとうございました えまああのー、3つの半、えー、しか、えー、お伺いできなくて、えー、ちょこちょこっとですね、あのー、お話の一端をお聞かせいただいたというだけでありますけども、まあ、それでも今日お話をした、あのーえーまあ、いろんな ポイントがそれぞれあったと思いますけどもそういったことを捉えて座談の中でですねお話を進めていただいたということで本当にありがとうございます、えー、時間がですねなくて、えー、今日のですね資料の7番目ですけども <laughs> えーまあ、これはえ濃鸞衆人の、えー、88歳の時の、えー、お手紙であります、えー、皆さん方も、えー、ご存知かと思います、えーまあ、関東の上信坊という、えー、その方の に宛てた手紙がこの88歳のお手紙でありまして信雷少人のお手紙の、まあまあ、ある意味で最晩年に近いところですけれども非常にしっかりとですねその趣旨が書かれてあるということであの、まあ、僕は折に触れてですね読まさせていただいておりますけども、えー、ここに書いてありますことを読み上げさせていただきます。 広報年承認は、浄土宗の人は愚者になりて王女をす、と宗来しことを、確かに受けたまわり宗来し上に、物も覚えぬ浅ましき人々の参りたるをご覧じては、王女を必要すべしとて、え、ませたまいしを見参らせ宗来き。踏み立たして逆さか,さかしき人の参りたるをば、王女はいかがあらんずらんと、確かに受けたまわりいき。 今に至るまで思い合わせられ騒動なりと、えー。まあ文章の、えー、まあ中盤から後半にかけての,あのお手紙の内容でありますけれども法然上人が浄土宗の人は、えー、愚者になれて往生するというふうにおっしゃったという、ね、この言葉を親鸞上人がここに鍵とどめられておるということは この言葉をですね信頼人は確かに聞かれたという、えー、しかも法然上人の下で信頼証人がそのおえを聞かれたのは29歳から35歳の間ですですから、えー、このお手紙書かれたのは88歳です、えー、ということは、えー、その言葉をお聞きしてそれから、えー、50年間この言葉をですねずっと抱きしめ取られた、えー 浄土宗の人は愚者になりと往生してる、えー、その言葉を親鸞聖人にお聞きしたんですけどもそのお聞きした場面がですねここに、えー、書かれてあります。それは法然上人が、えー、吉水に集まって見える方にお、えー、えを説かれておられるその場面に親鸞聖人も同席をですねされておったんだということが想像されます。そこには 「もの、えー、も覚えぬ浅ましき人々の参りたるをご覧じては王女を出場すべしとてえませたまえしを見まいらせそうらいき」というふうに書いてありますもの、えー、も覚えぬ浅ましき人々、えー、その人たちが法然上人の教えをですね聞こうとですね集まって見えたとでその方たちをご覧になって法然上人は王女を出場としちゃったとその時にえませえというのは笑うということです にこっと,と笑ったのを見参らせそれを見ましたと明らかに信頼主義はその場におられたということがここから分かるわけですね,ねでその後にですねこの「踏み沙汰して逆さかしき人の参りたるおば往生はいかがあらんずらんと確かに承り」「逆さかしき」っていうのはこれ「賢い」という字書きます、ね、賢い」という字を2つ書いて「逆さかし」っていうんですね えー、言いますけれども、うん、まあ踏みざたして、えー、教養も、えー、知識も、えー、持っておられる方なんでしょうね。えー、それこそ、えーえー、予想以上の服を着て、えー、教養を持ちながら知識をいっぱい抱えながら法寧少礼のもとにですねお話を聞きに来られたというそういう人たちがおられたのを法寧少礼はちゃもうその姿を見られてですね、えー、王子はいかが荒らんずらんだ。王子は大丈夫かなという。 ことをですね、おっっしゃったで。それに対してですね、えー、ものも覚えぬ浅ましき人々が来られたものも覚えるということは、えー、知識として教養としてですね、えー、仏教を考えているそういういとまのない人たちです、えー、そういう人たちがですね法然上人の教えを聞こうということで集まっておられたでその人たちを見て法然上人はニコッと割られた。 っていうのを、そのそばで教えを聞いておられた。信頼承認がですね、確かに見ましたと。で、見たそのお姿の、その場面をですね。信頼承認は、え、マナの奥に焼き付けておくんでしょうね。うん、その後はですね。今に至るまで、思い合わせられそうなる。今に至るまで、思い合わせられそうなる。今に、では、これ八十八歳。え、八十八歳の折になるまでですね。この場面を忘れなかった。え、つまり。 その,そのことがどういうことの意味を持っているかということを自らに問い返しながらとという年を迎えたということです、えー、つまり浄土宗の人は愚者になりて王子を推するそのことは信頼主将にとっては答えではなかったんですね、えー。愚者になるということはどういうことかということをそのお二人の姿を見ながらですねご自身のこととして引き換えながら、えー、88のその折になるまで生きてこられたという。うん だから29歳から35歳で聞いたその言葉が信頼主人の50年間を歩ましていくまさに背を落ちてくるその力を持っておったというそれはイコールただ念仏して皆に助けられまいらすべしというこの言葉もですね答えじゃなかった皆に助けられるということはどういうことかというそのことは信頼主人にとっては大きな問いになるわけですただ念仏してもそうですね29歳にその言葉に出会ったにもかかわらずですね 42歳で越後から関東に行くその時にですね三陸の方に行ってその危害の状態になっとる飢きの状態になっとるその中で人々を何とか救いたいということで三仏教専務独自を思い出すというそれはただ念仏とはどういうことなのかとそのことが逆に問い返されてくるぐらいにですね信頼省の心は動いていくつまりただ念仏というのは信頼省にですねどういう念仏を生きようとしているのかということを法然上人から問いとしていただいた そういう人生を信頼聖人は歩んでこられたということそうすると私たちのこの現代の中でもですね南蛮陀仏と言っているこの言葉はですねどういう意味を持って私たち何を問いかけてきているのかという南蛮陀仏はもちろん、えー、ありがたくですね、えー、喜びさんでですねふと南蛮陀仏と言ってるそういった言葉の違いはありませんけどもでもその言葉をですね通してですね どんな人のことを想像できたりどんな人の世界をですね、見ることができるかというそういうことの意味で言った時には念仏というのはです、ね、大きな問いとなって私たちにですね、えー、訴えてきとる、えー、何万打仏を訴えてきとるという、えーいやえー、このウクライナのですね、問題であったりとかですね、うんえー、コロナというこの時代の中でもそうです。えー まあの僕のですねあの友達が、えー、一昨年ですね、えー、亡くなりました、えーえーまあ、今でも覚えてますけども7月の22日彼は彼の誕生日ですけども誕生日の日にですね彼は亡くなりました僕と同級です70歳です、えー、太陽光のね仕事を一生懸命されとってですね えーまあ、ですけども、えーまあ、いろんなことがあってですねその仕事を辞めてふるさとであるその時にですね80を超えたお母さんを連れてですね、えー、ちょっと認知症が入っとるんですけどそのお母さんを連れて大滝村に帰っていくんですね。でそこで、えー、山林とか畑とかですね、えー、あるいはその漁師の免許を取って飼料とかですね そんななことをしながらですね彼は、えー、生きていこうとするそれが、えー、7年前ですね亡くなる7年前なんですけども、まあ、その後、えー、彼は脳梗塞をやったりですねあるいは放火式炎というですね菌がの中に入っていくという非常に難病ですけどもそんな病気を、えー、受けながらあの半身がちこち不随ですけどもそれでもですね3匹のヤギと一緒にお母さんと暮らしていくという、えー、それをやっておりまして、ね、彼が は僕も、えー、一昨年のちょうど3月に、えー、彼に会いに行こうと思ったんですけども、えー、コロナのことがありましてですね、えー、ちょっと、えー、収束するまで待とうということになったんですけども結局それで彼と会えなくなってしまって、えー、お別れをするんですけども、えー、その彼とメールのやり取りを、ね、ずっとですねしておりました亡くなる1週間前までですねメールのやり取りをしておったんですね。うんでその時にえー 彼は非常にあの仏教はすごく好きでですね特に親鸞が好きだという「えー、皆の誓願を不思議に助けられまいります」ってあの言葉をずっと暗記するぐらいにですね彼は好きで特に江沢明が好きだったんですけども、えー、でその彼がですねそのメールの中で一言言っておったですね「コロナもウエンではないのかと」とこの言葉はですね僕は非常にショックでですね、えー「コロナは避けてな、えー、くして」 追いい払ってというそういう思いの方が叫んじておったんですけども彼はコロナもウエンではないのかという、えー、つまり私たちの命とつながっているということもちろん人類よりも,もっと早く最近はねウイルスはたくさんこの世の中に現れてきてるわけですから彼らなのが先住民ですけども、えー、ですからあのウイルスをとことん排除したら一体どうなるのかと。 それは私たちも同じように、えー、必要のない人はどんどん排除されていくそういう社会が当たり前のようになっていく、えー、そのことをウイルスは私たちにですね、えー、声をかけて訴えとるんだと、えー、そういうふうに受け止めていくそのことをです、ね、彼はメールで僕にくれたんですね僕は、うんえー、びっくりしましたですね、うんえー、ウエンではないのかと言った時にそう思っていなかった自分がです、ね、まず真っ先にですね、えー、いました。 つまり、えー、今日ここにですね、えー、書いてあります、えーえー、資料の10番ですけどもこれは「えー、大阿弥陀の第4巻です、えー、書店任民憲兵年度の類い我が名字を聞きて自身せざるはなけん歓迎医薬専門の皆我が国に来所せしめこの願いを得て今し差物せん」。 この願いを得、えー、これは信羅上人もですね旧約、えー、神書に書いておられますね。うん、憲年度の類という私たちがその,その命を命としてもあまり感じないような小さな小さな命、えー、その命と書店人民さまざまな世界のものとそして私たち人間とかですねつながっとる。えー ままたこれはその中黒で,です、ね、一緒になっておりますね。書店任民県費、粘土中黒で,です、ね、同じ扱いのふうにです、ね、あの書かれてありますようにですね、命はつながっているちっちゃな命と大きな命に差と、ね、区別がないというそういったことをですねその大阿弥陀仏の第4巻に書かれたということ、うん、これはあの本願文私たちが栄養しているところの大経の本願文の中でこれはないわけですよ。 だけど医薬の第ちゃんとこれがあるんだよこの大阿弥陀教にもありますし平等学教にもありますまさにその安田先生が本願を展開するってやりましたけども2 4 2 3 6十8と展開していきますけどもまさにそのそのことを向き合ってきたですね時代がちゃんとあったのその医学の経典五層七欠と言いますけどもその12の大教の外教が一つになってですね今の私たちの大教になっているわけだから。 その大教の本願ものな奥にあるその大事な命の平等性というものをこの大阿弥陀教の第4巻からですねやっぱり見ていくということその大事さが、えー、教信者のこうやって信頼上人が引用しておられるということはないかなと思いますね。つまり命に差がないということに私たちはですねどう気がついていくのかというでそれが念仏の声に励まされ促され呼びかけられて私たちは聞いていく。 その意味で親鸞の生きた人生態度というものをですね念仏の言葉と,と,しとして受け止めていくそのことが問われてきとるということです。ね、念仏以外に私たちはそのことを考えるんじゃなくて念仏の言葉とともにそれを考えていくというそういうことをひとときも外すことなく時と場をですね大切にしながらあるいは人とのつながりをですね大事にしながらですね そのことを一歩一歩歩んでいくその道に信頼承人が立たれたそれがただ念仏して皆に助けられ参り出すべし助けるというのは救済という助けはなくて生きる方向が見つかったとということです生きていく問いが見つかったそれが信頼の助けられるということですそういうことをです、ねまあ、僕自身の中では受け止めをですね、えー、させていただいております。 えー、ただそのことがあの自分にとっては本当にそうなのかというような問いにもですねイコール、えー、自分に訴えられているようなそういうことを思いながらですねご縁いただきまして本当に、えー、第1回とこの第5回とですねお話をさせていただいて、えー、3人の先生方のお話をです、ね、まとめるなんてことはとてもできませんけども、えー、知り切れとんのような話になって。 問いだけが残ってですね、えー、申し訳ないなと思うんですけども何かそのことがどこか引っかかって何かそのことの歩みを促してくるような、えー、小さな力にでもですね、えー、なっていただければ、えーまあ、自分自身としてはですね、えー、本当に嬉しく思いますし僕もそのことをですね自分にもう一本もう一遍に問いかけていきたいなと思っています。えー、本当に長いいありがとうございました,またあの、えー 事務局の方からご連絡があると思いますけどもあの本座の方の研修があったりしてですね改めてまたご一緒に考えていければなと思います。どうもご苦労様でした。